アルブレヒト・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族、軍人。全名は、フリードリヒ・ビルヘルム・ニコラウス・アルブレヒト。プロイセン王子、アルブレヒトの長男で、フリードリヒ・ビルヘルム4世やビルヘルム1世の老いに、あたる。軍人として、陸軍元帥に任じられたほか、ブラウン・シュバイク公国の摂政を務めた。アルブレヒトは1837年5月8日、 アルブレヒトとその日出会ったオランダ王ビレム一世の王女マリアンネの間に第二子としてベルリンで生まれた。1847年にプロイセン陸軍に入隊し、第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争では、いとこのフリードリヒカールフォンプロイセンの指揮のもと従軍した。1866年の広オ戦争では、スカリッツの戦いシュバインシェーデルの戦い、 ケイニヒグレーツの戦いに参加した。さらに1870年の不仏戦争でも、この駅兵旅団を率いて戦った。1885年、オットー・ホンビス・マルクによってアルブレヒトは、ビルヘルムの死去によって断絶した、ブラウンシュバイク公国の摂政に指名された。これは、ブラウンシュバイク公国を統治していたベルフェン家、リューネブルク・ボルフェンビュッテル系の遠籍にあたる、 ハノーファー家のエルンスト・アウグストが行為を継承するのを防ぐためだった。アルブレヒトは1873年4月19日にザクセン・アルテンブルク港エルンスト一世の娘マリーと結婚し以下の産卵を設けた。ありがとうございます。